はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビージです。では今回は提督の決断法バープキット、続きをプレイしていきましょう。前回イギリス軍をねついに降伏させて、残るアメリカ軍、しかも拠点は一つ西海岸ということで空母禁止プレイ、最終局面プレイをしていきましょう。で、艦隊は一旦ですねハワイに全部集めてます。でハワイに集めたこの艦隊を再編して、ちょっと望もうかなと思っています。で、まず主力になりうるのが、この第10艦隊になるんで、まあ第10艦隊の方に提督を、乗せていったりしましょう。まあ、ここはね、新しく、この日本軍に参加してくれるイギリス海軍たちを編入していきましょう。で、まずですね、第7艦隊じゃない、第10艦隊、ここに増強をかけていきます。いくつか、まずは揚陸艦を入れて、あとは、従順、軽順をバランスよくというところですかね。これで第10艦隊が仕上がりました。第10艦隊は次回、西海岸へ突入です。で、続いて第5艦隊。これも、ちょっと艦隊の編成を見直しましょう。第3艦隊から、甲斐大和引き抜けないね。第5艦隊もこのまま突入だな。ただ第5艦隊に提督近藤さんは乗せよう。近藤さん、前回美濃に乗っていて美濃撃沈されているので、近藤さんは西海岸で第3第2、まあ、ここは第3艦隊かな。第3艦隊をハワイから出撃させましょう。で、残っている艦隊、まあ、第7艦隊とか第2艦隊は第2波要員という位置づけにしましょう。で、第14潜水艦隊も健在なので、これもね、第2波、第3波ということで、もう今回、何としてもロサンゼルス取ります。では、艦隊出撃させていきましょう。わお、敵の戦力比較。スパイを入れ忘れた満身だな。まあ、もう日没だなんだ関係ないので、結局敵は全天候型、夜間航空離発着可能なものを出してくるんで、こちらも昼縁場に真正面から敵を潰しにかかる。大空母艦隊だね、この数よ。敵の空母まずは敵の空母艦隊に取り付かないことには話にならないので取り付きましょう。まずは大和型の戦艦たちが突入です。早いね、戦艦の大破もさすがに。ただ本命の戦艦部隊はここです。敵の空母に取り付かないといけないんだけどね。空母も足がそこそこ速いですね。ただここまで足は悪くないですね。さあ、敵の空母がうようよしてるよ、ここ。この敵の空母のところに味方の戦艦部隊を突入だ。
突入。戦艦部隊の突入です。で、揚陸艦部隊で飛行場取っちゃいましょう。さ、上下から敵の空母を追い詰めていく。空母に砲弾の嵐をぶち込む。この距離でさ、敵の空母をもうめった打ちにできるってなかなか爽快ですよね。さ、まずは敵の飛行場一つ目、これの破壊をしていきます。もう終わりますね。残った二つの飛行場の破壊にも向かいましょう。増援は来るよね、さすがに。最後の拠点というだけあって。これ無傷の空母というわけじゃないよね。この空母は傷ついてますね。マッカサルストレイト正規空母、傷ついてるので問題ないでしょう。もうごった煮になってるな。でもこの辺は艦隊運動、まともな艦隊運動は取れてなさそうだけど。敵の飛行場2つ目も破壊完了です。で、2日目の朝、まだまだ敵の空母いるね。ここに元気な空母がいるね、一隻。あの空母を仕留めない限り、空爆は終わらないね、海上からの。まずはでもここまで来たら敵の飛行場を完全に叩いておきたいな。ちょっと士気が微妙だけど、敵の空母を、
戦艦部隊はまずは敵の飛行場、いやまだまだ敵艦隊いるね、さすがにさすがにというところだな。ただ巡洋艦船部隊がこれで敵の艦隊に突入さえすれば敵の空母を仕留めにかかろう、敵の空母をね。ここにまだ敵の空母艦隊が残っちゃってるんですよね。これをちょっとうまいこと勝利していかないと。この夜のうちにただ敵艦隊に突入するチャンスではある。最後は巡洋艦クラスが活躍するしかないね。戦艦が到着するまでもうちょっとやっぱり時間かかりますからね。ここにも空母が一隻残ってるね。ただミッションベイはもう甲板が大破してるんで、航空機が離発着できるような状態にはなってない。正規空母ミッドウェイも撃沈しましたね。いや、 やっぱり敵空母離れられるとしんどいですね。空母までの距離があると。よし、これで東海岸も取りました。いやー、なかなかしんどかったですね。やっぱり空母なしっていうのは。佐渡が沈没してるね。じゃあちょっと砲撃戦の結果見ましょう。伊藤さんの乗っている佐渡、これ撃沈されてますね。あとは、まあ、沈没してる従順、第5艦隊の方からは近藤さんの乗ってる飛騨が撃沈されてます。第10艦隊の方も戦艦が撃沈されてますが、まあ、やっぱ第10艦隊ね、頑張ってくれたね。戦艦中心の部隊だったので。はい、というわけで長らくお付き合いいただきまして本当に、ありがとうございました。帝族の決断4はもうずーっとプレイしてきているんですけど、もう次、集大成ということで、日本が世界を敵に回すプレイ。まあ、つまり、日本 VS アメリカ、イギリス、ドイツというね、3カ国を敵に回した帝族の決断4プレイ。
まあ、これはさすがにね、空母なしはきついので、まあ、空母も使った、まあ、これまで、プレイしてきたね、知恵とか経験とかそういったものをすべて生かして、3カ国を敵に回した提督の決断法バブキット、こちらのプレイをやっていきたいと思いますので、そちらのプレイまた開始するときはね、ツイッターとかの方でも告知をしていきますので、ぜひ、また皆さんのアドバイスとか、いただければ嬉しいなというふうに思います。ではこのままエンディングを見て終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。